皆さんこんばんは。現在多分3連勝中ですよね。そうです、はい。でよろしくお願いします。まずは手持ちのポケモンの復習から。もうとにかく俺がやることは目の前にいるこの敵をねひたすら倒し続けることだけであると。それ以外はもう必要ない。瞑想バトンタッチが強いんですよね。はい、貝殻の鈴、食べ残しラム、はい、よろしくお願いします。メンツはすでに非常に強力ですね。エイフィーの高い素早さを生かして瞑想を積んで、でエイフィーのまま攻めるもよし、バトンタッチでルンパッパに継ぐのもよし。はい、ライチュウよりエフィーの方が早いよな。ならば瞑想電光石火が結構効く。救助か、言って今ベロ噛んだ。特攻が上がる。これで相手の10万ボルトは耐えられる。瞑想これ10万からの電光石火も耐えられるはず。はい、しかもラムの実を持っているので麻痺をもらっても安心。しかもシンクロで相手だけを麻痺できるしね。瞑想を2回積んだのでサイコキネス。相手の方が早いんですね。当てられるよ。よし、これかわされてたらちょっと面倒だった。まずは1体、2体目カメックス。ちょっと待って、これはルンパッパ確か雷パンチを覚えていた、覚えていますね。ならばエイフィーここでバトンタッチ、ルンパッパに引き継いでルンパッパ特攻特防2段階上昇、地球投げで100の固定ダメージが入り雷パンチ。これ怪しいな、一撃でいけるかな。ちょっと怪しいっすよね。ギリギリ耐えられるともう一発もらっちゃうよ。ほらギリギリっていうかイエローソーンで耐えられてしまった。ルンパッパ特攻はあんま高くないんですよね。相手の特性激流が発動したハイドロポンプですが、さすがに小さなダメージ。とどめ。カメックスより遅いってルンパッパやばいな。はい、相手ラス1ブーバー、何より OK。ルンパパ特防も2段階上がっているので、これは小さなダメージだよ。はーい、対戦ありがとうございました。これでやっと4連勝ですね。もう今日はもうサクサク、もう下手したら14連勝ぐらいまでやっちゃいたいっすね。まあ、できるとは言ってないですけどね、やりたいっていうあの願望の話。変えるとしたら、でもいやこのままでいいよな。このエイフィーがちょい弱いんじゃないかと思う方もいると思うんですけども、このパーリーにおいてこの瞑想バトンタッチがもう戦術の要なので、エイフィーを変えることはしない。このメガトンキックバシヤマからもらうとエフィちょっと耐久が不安なので、ここは初手からパンチ。はい、上を取っている、一撃だよ。エフィ実は強いですからね。なんかブイズといえばブラッキーかサンダースで、時点にシャワーズみたいな風潮はありますけど、てか俺の中でありましたけど、エイフィ実はめちゃくちゃ強いよ。
こはメタグロスに変えるか。ただスリーパー炎のパンチを覚えるのでそこが不安要素ではある。ほら行ったそばから撃ってきた。まるで俺が交換することを予見していたか。ちょっと聞きすぎじゃない？急所ちょっと聞きすぎですわ。急所に当たって230ぐらい食らった。じゃあ本来であれば115。これ相手技選択がランダムなので次のターン必ずしも相手が炎のパンチを打ってくるとは限らないし、打ってきたとしてもここで光の壁を張ることによって耐えられるよ。やけどにならなければね。そう、惜しくもかわす。よし、でここでコメットパンチが当たる。ただスリーパー見た目の割に耐久あります、意外に。急所か。はい、急所。よし、プラス1。ミロカロス出た出た。水タイプ屈強やねん、マジ。ミロカロス、ジュゴン、トトゼルがマジ注意。ラプラスもどうしようかな。キャラ元気でも効かないだろう。小さなダメージ、ミラーコートラッキー。相手自己再生を覚えているので小手先の攻撃を積み重ねて倒すっていう戦法はね通用しません。光の壁が残っているよ。から元気、そろそろ自己再生来そう。凍える風はメタグロス。クリアボディで素早さ下がらないよ。光の壁の効果切れた。ここはもう光の壁張らずに殴れるうちに殴っておきましょう。よし、技選択ランダムの仕様に救われましたね。はい、対戦ありました。このミロカロス、でもルンパッパの方がでも技範囲が広いんですよね。雷パンチ覚えてるし、このままいきます。やっぱエーフィー強いわ。俺もブイズの中だったらもしかしたらエイフィーが一番好きかもしれない。キャラデザインも含めてなんか上品ですよね。さあどうする、どうしようかな。さすがにメタグロスに変えるか。ただフーディンも先ほどのスリーパーと同じく炎のパンチを覚えるのでなんで毎回打ってくるんだ。もう一発は耐えられないな。普通さエイフィーと対面した時にさ炎のパンチ打ってくるか。メタグロス受け出し読み、どうしようかな。コメットパンチ、コメットパンチ、雷パンチは耐えられるよ、耐えられる。当たる、 OK。 これ外してたらマジやばかった。ただこの風鈴多分ね一撃じゃ倒せないんですよね。ですよねー、ですよねー。相手のプレミに期待。冷凍パンチこれ耐えられるでしょ、今一つだし。いける、よし。メタグロス攻撃1段階上昇。いやこれメタグロス倒してくんないと、もしくはせめて大ダメージ与えてくんないと控えのブラッキールンパッパじゃしんどいよ。間違えた、控えのエーフィールンパッパじゃブラッキー倒すのはしんどいよ。当てろ
よし、攻撃一段階上昇のコメットパンチがブラッキーをぶん殴っていく。あん？影分身。相手食べ残し覚えてたらめんどくせえな、これな。まずはこちらの食べ残しで回復。ブラッキーは？あ、持ってないのか。ここ、ツバメ返し？いや、お前なら当てられる。よし、メタグロスの快進撃止まりませんよ。はい、マジ強いな。ベトベトン、いけるよ。自信覚えてないのちょっとなんかやりづらいな。当たる。2発で倒せよ。はい。え？おお、さらに攻撃が上がった。ベトベト思ったよりも柔らかい。小さくなるで回避率が上がっても無駄だ。命中、必中技のツバメ返しで、はい、対戦やられました。今日俺うまいっすね。うまいっていうか、厄介な敵に当たってないだけっていうのは正直ある。7戦目このままいきます。達人のしずさん、ライチュ、またライチュか。相手の電磁波はシンコルで移して、レエーフィーはラムの目で回復すると。そう、光の壁で特攻に強くなった。マジか。うん、そう、影分身厄介だよ。うん、光の壁うざいな。電光石火、これ結構効くんだよな。これで落とせるか怪しいな。もう一回積んどく。10万ボルト、エーフィー、特防が3段階上昇中です。小さなダメージ、これでライチュー一撃で倒せるはず。光の壁あっても最後です。当てろ。当たらない。光の壁の効果切れた。影分身、最高限です。ピッピ少ないからな。当てろよ。うわぁ、10万ボルト、急所が怖いよ。くそ、最後です。上取られてんのか、これ地味に痛いな。10万ボルト当たる。特攻、特防4段階上昇のエーフィー、快進撃止まらないよ。3盾いくよ。うらぁ、あん、やっぱエーフィー強いっすわ。うらぁ、4567、4戦を15分以内で終わる。早っ。エーフィーマジ強。現在7連勝中です。8戦目もやっていくよ。あのエーフィーまた使いたいな。ですが6体ガチャまたやり直しです。ここでガチャ引きが悪いともうほぼ負け額みたいな風潮ありますからね。頼む、ルージラーショットな。光の粉、黒い眼差し滅びの歌、いやー、ち
ちょっと気乗りしないな。先生の爪、雷パンチ。まあサブウェポンがあるのがいいですね。ラムの実、イバルジュコアンジゴルダックね。これ弱そうに見えて強いんですよ、実は。うん。あえてミロカラフト出てきた時にイバルジュコアンジを決めると。ピントレンズ、穴を掘るを覚えているさ。でも穴を掘る使う機会がマジないんだよな。あ、これも強い。あ、でも雨を覚えてないな。オッケー。じゃあまずはサンダースで控えにゴルダックで、あと1体をサンダースゴルダック、ゴルダック波乗り覚えてましたよね。波乗り、波乗り覚えてるから、ブーバー、ブーバーまあまあ早いし、これでいくか。よし、初代パーリーですね。8戦目よろしくお願いします。山男の日高さん、フォルトそこり出した。あえて自信を覚えている可能性があるので、ブーバーに変えるっていうのは日本語おかしいな。自信を覚えている可能性があるけど打ってこないことを期待してブーバーに変えて、相手を一撃で焼き倒す。うわっ、あ、ワンチャン耐えないかこれ。ダメか。しゃあ、やばい。技選択ランダムのはずが、地震打ってこないにかけるか。技選択ランダムですから、自分守ると守るか。くそ、守る1体目に打ってくれればブーバーを無償降臨できたんですけどね。呪文ボルトでまずイエローゾーンに入れてくれ。入る。あ、オッケー。ここ地震打たれてたら数的不利でした。現在2対2。うわ、なんかちょっと強いな相手な。でもユレイドルギガドレインとか打ってきそうだよな。ゴールダックに変えるのはさすがにリスキーかな。二度蹴りとかさ、サンダースの攻撃低いでしょう。あ、意外にあるな。120、二度蹴り、ちょっと待って、ゴルダックの攻撃は217。そうかそうか、ちょっとサンダース頑張ってみる。二度蹴り、おらおら、さすがに小さなダメージ。自己暗示意味ない。うらー、ピントレンズを持っているが今んとこ効果が実感できません。あ、自信覚えていたのかーい。無理か。自信覚えてるとなると、でもある程度ここ勝負に出ないと、でクロスチョップでこれ倒せないですもんね、多分ね。しかも PP5 しかないし。威張る。
ちょっと、運だより。運だより。訳も分からず。お願いします。よし。お盆の実。これクロスチョップでやれるかな。さすがにやれるか。自己暗示打ちてー。相手混乱まだ続くもんな。いや、俺は勝負に出る。ゴルダック攻撃2段階上昇。混乱している。頼む。よし。仕掛けに勝った。あとは、波乗りでいけるかな。ゴルダック特攻いくつでしたっけ。243。243。さすがに波乗りで倒せるようなタイプ1だし。倒せる。よし。ゴルダック攻撃2段階上がってるよ。ホエル王来た。ただホエル王は、物理アタッカーであることが多いんですよ。なんかのしかかりとか、あとなんか捨て身タックルとか。だからイバルはあんま打ちたくない。当たる。2発で倒してくれ。いや、硬すぎ。これイバルに頼らざるを得ないよな。波乗りなんか効かないもんな、これな。あー、でもそっか、クロスチョップ。あ、でも PP 問題があるな。とりあえず一回割る。え、混乱するよね、ホエル王って。するよね。あ、する。なんかね、ちょっとなんかマイペースとかね。まあ、いいっす。よし。潤いベールでしたっけ、ホエル王って。で、ここで自己暗示しても今のゴルダックが2段階上昇であることが変わんないんだよな。だからもう一回打って。のしかかられたらこれ終わるな。よし。どうしようかな。さっき4割入ってんだよな。倍で4割ってことは3倍で6割。これ倒しきれるか怪しいラインか。ただここで自己暗示だな。クロスチョップ一発でホエルを6割ぐらい入れられます。で、オッケー。これ次当てれば勝ちだよ。次当てれば勝ち。よし、やっぱゴルダック強いっすわ。この型のゴルダックに私も幾度となくバトルファクトリーで救われてるんで。2戦目。サンダース、ゴルダック、ブーバー。ちょっとブーバーが微妙かも。オエルをゆるいゆるいドルは、ユレイドル意外に強かったよな。自信が。サンダースを一撃で葬りされましたもんね。まあまあ火力がありますから。はい、トライアスリート、カナエさん、ウィンディ。ユレイドルの型確認。いじっぱり、お盆。あ、イバル自己暗示が、
ゴルダクと肩かぶってますね。ちょっとウィンディって噛み砕くやら神速やら結構サブウェポンも充実してるんで、ゴルダックに変えずにこのまま4ボルト。イエローゾーンに入れて角2発で倒したい。あ、いいですね。あ、急所か、急所か。あ、急所でも耐えられて麻痺を入れてラムの身で治って、相手の反撃が吠えるか。 OK、 ええやん。じゃあ波乗り、そう、これなんだよ。これが結構効くんよ。よし、で次がグランブルか。クロスチョップを覚えてはいるが、カバラ割りってグランブル覚えてたっけ。ユレイドルに変えて、なんかメガトンキックとか覚えてるやつが多かった気がするんだよな。空元気はこれ半減だよ。原子の力、威力60で追加効果が最強だけど、地震の方が確実だからこっちにしようかな。こっちの方がね、威力が10高いですからね、実質。オーバーヒートは等倍だよ。ユレイドルのキャラだぞ、マジ意味わからんよな。いや、個人的にユレイドルのこの意味わかんないキャラだぞ、マジスコなんですけども、スコ。でも、なんかポケモンの中で、なんか、浮いてるっていうか、ポケモンらしくないですよね。いや、ポケモンって、大体可愛いか、イカチーかのどっちか寄りなんですよ。でも、ユレイドルってさ、なんか、謎ですよね、キャラデザが。と、なんか、可愛くは多分ないと思うんですけど、その、一部のその、ユレイドルの可愛さがわかる、俺みたいなプレイヤーじゃない限り、一般的には可愛いと言わないと思うんですよ。で、怖いかっていうと、怖いというよりは気味が悪いより、ユレイドルのこのキャラデザはマジ意味わからんすぎです。こそれはともかくとして、ちょっと相手のクロスチョップ痛いな。でもクロスチョップ受けられないもんな、控えがな。少しでもダメージを与えておくと実心。あ、いいね、地震。ただ怪力結構硬いよ。来た、うう、やられた。じゃあサンダースで、あと10万2発でいけるけど、相手のクロスチョップやら地震やら飛んできたらこれやばいっすね。万事休すか。いいね。ただ思ったよりダメージが入らなかったから、下手したらまた次の10万ボルト耐えられそうな、そういった気配がする。耐えられたらやばい。あ、オッケー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 、キャー、ありがとうございました。あのウィンディ強いな。よし、じゃあユレイドルを手放し、ウィンディをヘッドハンティング、じゃんじゃん行くよ。達人の体験さ、ランタンを繰り出した。ランタンは特性発光か蓄電かがわからない。蓄電だったら10万打ってもいいのか。ちょっとこれ穴を掘ってみるか。穴を掘る。あ、いいっすね。
え、こいつマジか。ちょっと思ったよりエメラルドの AI が頭いいっすね。そう来るかよ。こっちもゴルダックに変えて、影分身どうしよう。粘土で自信あってくるかもしんないもんな。波狙い当てろよ。よし、当たる。タイプ1波乗りがイエローゾーンに入る。最後に好きた。うん、あー食べ残しでしょうか。この波乗りが耐えられそうですね。食べ残しの分耐えたって感じですね、これね。しかも相手は影分身を一回積んでいるので、かわされるリスクがある。当てろ。まあでも最近の打たれるよりはマシだったと思いたい。これ当てられればの話ですね、それね。頼むぞゴルダック、頼む。やばい、一方的に積まれるよ。当てられる。いやー、あー相手影分身3段階上昇。噛み砕くか。当てろ。よし、当たった。エスパー地面効果抜群です。2対2。ランタン来たな。うん、波乗り打たれたら痛いな。10万ボルト来いよなあ。蓄電で回復してるからよ。あ、ジタバタ小さなダメージ。よし、今度こそ穴を掘るで。さっきはね、ここ控えに変えられて粘ドールに、粘ドールにてかわされるという展開がありました。今回はしっかりと無事芝居でいく。うん、まあまあだな。でもな、穴を掘る。よし、こらえる、打ってこい、こらえる。ほら、うわ、相手の反撃来るよ、来るよ。ずー、波乗り。大ダメージ。穴を掘る。もう10万ボルトでこれ倒せるんだ。でも蓄電かもしんないもんな。ここは安全に穴を掘るか。でジタバタをかわし、こらえる、来い。よし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 、これで穴から這い上がった。この後に相手の技を食らえません。はい、これはこらえるので耐えたのではなく、シンプルに耐えられたわけだが、相手の素早さが上がって、これ下手したら抜かれたかも。二度切り。あ、オッケーオッケー。はい、おえー、危ない。バリアード、ジムボルト。いやー、この一戦もかなりヒヤッとしましたね。まだ勝ったわけではないけど。あっと、イバル。ちょ
ちょっと運ゲーはこれ遠慮したいっすね。ウィンディに変えて、あっと、でもウィンディラムの実ですよね、もちろんね。うん、ここでウィンディ攻撃だけが2段階上がっているので、あ、攻撃技がない、噛み砕く、おらおら、咀嚼していくよ、耐えられた。まあ、相手ラス1なのと控えのサンダースの10万ボルト圏内なので、変えずにこのままいきますよ。おっと、チーラの実、とどめ、あっと、うまくいかないっすね。おっと、ダメージ入りすぎ、バトンタッチは失敗。よし、はい、対戦ありました。いいっすね、体験さん、ありがとうございました。4人目、地面タイプを得意としている。サンダースを手放し、粘土ル特性浮遊で相手の地面攻撃を受け流していくと。うん、地面タイプでありながら自身は地に足ついていないと。フライゴもそうだな、そういえば。さあ、お互いタイプに地面を持ちつつも特性浮遊という共通点のある2体ではありますが、どうしようかな。最近です。おっと、大文字、さすがの耐久力は。おっと、フライゴン、まさかの光の粉、早速かわされてしまう。あと、噛み砕くも覚えているのか。ちょっとまずいんですけど、押されてるんですけど、光の粉発動率何パーだよ。さっきの埋め合わせですかね。急所に当たりました。最悪です。大文字、最悪。ちょっと待ってくれよ、 なんで光の粉でさ、3回中2回もかわされなくちゃいけないんだよ。大文字来い。あ、ソーラービームを打つつもりですね、ソーラービームを。ただこの最悪にさ、これ耐えられるよ、耐えられる、耐えられて、これ相手のソーラービームが次に飛んでくるから、ウィンディーで効果今一つで受け流すと。相手が弱っているチャンスだ、ウィンディー。おい、はい、まあまあ、でも結構食らったな。噛み砕く、相手の方が早いのか、自信覚えてなくてよかった。2体目、あ、出た、あ、厄介なの来た。とりあえずちょっとさ、カビゴン後回しにすっか。これ呪いとか積んできて鬱陶しいから、後回しにして、まずもう一体を倒す。サイドンか。ならば、ここでゴルダックに変えて、相手の自信を食らってしまった。だが、え、ちょっと、火力高すぎませんか。粘土炉を出す、サイドンって技なんだろうな。角ドリルとか覚えてるんだったら、
でも積むならコスモパワーより影分身だよな。影分身地震打ってこいやなあ。あ、オッケー。もしかしてあえてこだわりハチマキとか持ってたりするんですかね。なんかさっきやたら威力高かったけど。影分身、うん、多分これあえてこだわり始めを持ってますね。だからさっきゴルダクを一撃でやられたし、ネンドールに対しても地震連発していると。じゃあこれも影分身積んでくださいと言わんがばかりの。じゃあ角ドリル打ってきやがった。さっきのゴルダクはシンプルに物理耐久が低かったということが今ここで証明されました。今角ドリル当たったら終わってた。最後です。あ、地震でよかったわ、ごめんなさい。ちょっと今のなし。危ない。地震でよかった、ごめんなさい。ちょっと今一瞬あの角ドリルのエフェクト、テロップを見て動揺してしまった自分がいます。地震タイプ1地震、サイドンは岩地面ですので効果抜群です。いいですね、あと一発で倒せるよ。岩雪崩が当たってしまう。角ドリルじゃなくてよかった。とどめ。さあじゃあ残り1体カビゴンを倒さねえとな。でも相手呪いを覚えていたから、3体でも力を合わせてこの屈強なカビゴンを倒そう。おっと、もう角6って感じですかね。確定6発硬すぎますね。仮にもタイプ1なんですけど、うん、もっと岩の誰か当たってしまう。呪い積まれるよりよっぽどマシ。うん、相手食べ残し持ってないの助かるわ。イエローゾーンに入った。あ、急所か、急所に当たった。相手呪い積んでこないですね。今のうちやっちゃいましょう。実習あと一発。おし、うん、対戦ありがとうございました。いやー、カビゴンが、カビゴンが強かった。このカビゴンは交換してもらいましょう。で今日はもういい時間ですのでここまでで休む。本日もご視聴ありがとうございました。